というわけで今回の新型エクストレイルのまあメカ的な肝となる E パワーと VC ターボの組み合わせで、その VC ターボを数年前ですね、木賀さんに実はお話伺って、はい、日産が電動化だ電動化だって言ってる時に、なんか新しいエンジン作ってるぞっていうことでお話を実は木賀さんに伺ってたんですが、はい、その時は E パワーにまさか組み合わせられるとは思ってもみなかったんですが、はいはい、すいません、その説は秘密にしてまして、あの時は、まあ、商品上の都合、あの説明はできないことだったので、そうですよね、はい、まあ、実はあの時4気筒の VC ターボがあって、はいはい、そのお話伺ったんですけど、3気筒も実は開発していて、はい、で実は E パワーに組み合わせるという流れはあったんですけど、はい、当然言えるわけもなくと、なく、ただ今お話伺います、はい、当時あの前回お越しいただいた時は、はい、4気筒 の、うん、あの VC ターボだったんですけども、はい、その1気筒あたり 500cc という排気量の、うん、そのパッケージをそのままに今回3気筒にした、うん、ですね、でそのそれで 1.5 リッターにして、それにあの E パワートレーンを組み合わせて、はい、あの E パワーにしたというのが今回のエクストレイルの特徴です、うんうん、まあ、VC ターボ、つまり圧縮可変、うん、圧縮可変、圧縮比可変ですからね、排気量が変わっちゃうイメージと捉えてもいいんですかね。ほぼほぼ排気量は本当は変えるつもりはないんですけど、若干変わりますが、そうですね、あの今回のプレゼンテーションの中にもあったように、はい、うち の技術工法はうまいこと言っていて、うんうん、燃焼室の容積が可変になりますと、そうですね、いう書き方をしていて、そうですね、そうですね、1.5 リッターの排気量なんだけども、うん、2.8 リッターに相当するぐらい圧縮比を下げて、そんだけの容積を燃焼室に取れるとということですね、説明をしましたね。圧縮比って聞くと結構こうちょっととっつきづらいんですけど、比なんで、そう、比率だからややこしいんですけど、そうなんですよね、まあ、ちょっと圧縮比の説明すると、はい、要はシリンダーの中の容積のガスをどれだけ圧縮するかの比率を言っていて、はい、ピストンが一番下に下がった時の容積と、うん、一番上に上がった時に残った燃焼室の容積の比率が何対何かということになっていて、はい、ですね、世の中の車だいたい8対1から14対1ぐらいのところに位置していて、そうですね、普通の下級エンジンはやっぱり8とか9とか10とか、そのぐらいですよね、で一方ハイブリッド用の、あの高圧縮比の高効率エンジンってやつは12とか13とか14とかと、はい、いうことになってますけれども、うんうんうん、これ可変圧縮比のエンジンなんで、はい、あの圧縮比8の時もできるし、うん、14の時もできるしっていうのを無段階でこのリンク機構が、つまりこのなんていうんですか、 これがアクチュエーターにつながってるんですよね。そうです、ここがコントロールシャフトっていうシャフトがあって、はい、ここ変身軸になってまして、はい、ここからアームが出て、うん、この位置が変わると、うん、こういうふうに、ここがクランクの位置なんですね。そうですね、だからここを中心にこういうふうに上がったり、うんうん、こういうふうに下がったりして、このピストンのトップの位置がずれると思うんですよ。そうですね、そうですよね。それをあのオイルパンの横にあるアクチュエーターが外から手を突っ込んで、はい、こう動かしていると。なるほどなるほど。っていうのがあの VC ターボなんですね。まあすごいことやってるんですが、今回ね、はい、乗せていただいたんですが、全く存在感がなくて、はい、驚きました。あの日産電動化戦略の肝であります E パワーはですね、電動化技術でございますんで、そうですね、エンジンは黒子になりなさいと、はい、とにかく存在をなくして、うん、モータードライブの気持ちよさをまずは感じてもらおうということなんですね。いや本当に、なんかちょっと本当に電気自動車に乗ってんのかなっていう感じが途中からしてくるというかエンジンどこ行っちゃったのかなみたいな感じですもんね、はい、うん、でこれそのね、まあ、そのとにかく熱効率が良くかつパワーを出して発電できるということで、はい、例えば2000回転で、普通に発電しても、うん、従来のエンジンに比べればトルクが出てますので、はい、その分だけあの積算値で言うと、はい、まあ、今まで10秒かかったやつはこれだと6秒で済むとか、うんうんうん、その逆に言えば4秒待ってから6秒間で走る、あの発電するとかですね、なるほど、そういうことができるので、うんうん、とにかくなるだけエンジンはかからないようにして、はい、あるいはかかっても早くエンジンを切る、必要だなと思ってもトルクがあるんでドーンと発電一気にしてしまって、その
その間だけ発電してしまって、あとやめちゃう。あとは消えちゃうみたいな、はい。そういうことができますんで。なるほど。木賀さんを感じなかったですもん。走ってて。私は生粋のエンジン屋なんで、はい、ちょっとじぐじたる思いはあるんですけれど、だけどもまあ、お客様がね、望まれてる、うん。ことに対してちゃんと答えられるエンジニアリングのソリューションがあるっていうのは、はい、これはまあ我々としては大きな喜びで、そうですね、そう言っていただけるのはまさに狙い通りのコメントでいらっしゃるんで、 e パワーって、まあ、シリーズハイブリッドなんでモータードライブすごく気持ちいいんですけど、はい、一方でちょっと他のハイブリッドに比べると燃費がなっていう瞬間はなきにしもあらずだった気がするんです。これはだからその可変圧縮比にして元々の狙いは熱効率を上げることなので、うんうんうん、そこはまあ、おっしゃられる通りシリーズハイブリッドの少しネガティブなところをこれで補ってやると、はい、なるほど。なのに黒子になれっていうちょっとこの矛盾したところは、まあ、主張することはないんですけど、俺のおかげなのに俺は黒子かみたいなことですね。そうです、はい。じゃあちょっとリンク機構の次にこのタービンの方をちょっと、はい、解説いただきたいんですけど、はい、これがタービン、これタービンですね、はい、でこっち側がこの同軸にあるこっち側がコンプレッサーと言われてるやつで、はい、こちら側で外から吸ってきた空気を圧縮すると、なるほど。でそれで、ね、シンダーヘッドに送ると、はいはいはい、まあ、一口にインタクラってというような機構なんですけど、はい、まあ、これはですねこのクラスにしてはかなりコンパクトに、これ持ってて重くないんですか。いや、すごい軽い。結構重い。嘘ですよね。そうですよね。そうです。重たいです。はい、これ耐熱に、ね、耐熱下にありますって、1020度まで耐える合金で作られてあるんで。重たいですよね。それはそうですよね。これは、しっかりしたものなんですけど、うんうんうん、こっち側はアルミなんですが、はい、そういうものですので、結構重たいですけど、うんうん、このタービンですね、これやっぱりタービンのブレードがどういう形かっていうのが、はい、この効率を決めるポイントになります。まターボってもうその刃の形状ですもんね、はい、やっぱりここをだからその、サプライヤーさんと一緒にたくさんシミュレーションして最適なものを選んでくると、この微妙な形なんか、そうですね、微妙にこう3次元形状でこう回るんだよ。これ4気筒のターボとはまた違うわけですよね、はい、もちろん3気筒専用のターボになってるわけですね、を作ってます。でコンプレッサー側もそれに合わせて、はい、またいい形状にしてですね、効率が良くなるようにしてあげると、こういうのって本当なんか正解がない感じがして、もうそうですね。でまた加工技術との日進月歩みたいなところがあって、あ、なるほどなるほど、そっちの進歩もあるわけですね。材質もあるし、うんうんうん、だからこれ何ミリ、コンマ何ミリ薄くしてできるとかね、はい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 、そういうこともあるし、どうやって抜くかとか、今の最適解ではあるかもしれないけれども、いや、もう次はもういろいろやってます。やってるってことなんですね。なるほどね。へえ、はい、まあ、ね、エクストレイル全車 e パワーなんで、はい、全部に木賀さんの VC ターボが載ってますんで、はい、どこにも書いてませんけどどこにも書いてませんけど、このターボもついてますし、はい、このリンクもついて、ね、ついてるということなんで、ね、はい、頭の中でイメージしていただいて、そうですね、ああ今もしかしたら圧縮比が変わってるかもしれないっていうので、ね、こういろいろイマジネーションして乗っていただくと面白いんじゃないかなと。というわけで、はい、e パワー VC ターボ、はい、解説いただきました木賀さんでした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。手振ってよかったかな。